ああ、いやね、い最や、近いなやんかすごいね。ねー。すごい風、今日すごくね。ない？だってもていうか最近ね、風がね、なんかね、う。うん、こう、すすごごいよくね、て。ここ1週間、2週1週間。間、3週間ぐらいねえ、ね。嵐になってみたりね。嵐になった、雪はなかったけどえ、だね。からみぞれだっけ？なんか氷が降ったとか言って、なんか言ってたよ。うん。凍てつくような寒さになったり、焼けうつくような暑さになったり、ん。もう一回言って。凍てつくような寒さになっったっていり、う。焼けつくような暑さになったり、嬉しいぐらい住みにくい。嬉しいぐらい住みにくい。知ってる？これ。知らこない。れ、ホーンテッドマンションのセリフなの。あ、そディズニーランドのホーンテッドマンション乗ると、あ、じゃあ知ってる人は知ってるわ知っけてる人はね。今超爆笑知してらた。ない人は俺みたいな反応になったと思うあ、んだ何言よってんの、ね。4コマってね、なっちゃう。本当まあ、そね。んなね。まあ最い近ね、やこう、なんかこう、ー、うん。うん。天気も良くなくた、なかったりね。ね、夜す良ごいかっ寒いたより。ね。天気が良かったり、良くなかっ たたりっり、嬉て。しいぐらい住みにくいっていうね、まあそんな感じなんですけどそうね。ね。最なんだっ近け？なんかあったかなって考えたらね、最近一人で生姜焼きを作れるようになったくらいかあ、よな。かったじゃん。よかっすた。げえよかったと意思うよ、外ともう。簡単。簡単だよ。本当に簡単、生知姜らなかったの？焼き。知知ららななかっかった？た。全然知らなかった。生姜焼きのタレ買うの？誰かはない。あ、買わない派だ。なんかいいね。めんつゆ？あめんつゆにあ。砂糖と生姜？家庭的な感じだね。じゃあ最近家庭的だよ。家庭的みたいな感じだね。なんだっけ、煮物系ほとんど制覇。もう全部いっ制た。覇。あと鶏肉の香草焼きとか、ああいうのもやっちゃってるからね。そんなできるできの？るできこる。の家グリで。ルで、グあ、リグリル。ルや。あ、グリルあったんだ。グリルで。いいね。最近そうやってね、自分の体とも向き合ってね、いろいろこね、自う、分のやって体いに合こうっかたのなをなんね、てね、思ってますけど健も康ね。的にね。俺もね、結構、じゃあそろそろ始めまし毎ょう。回ね、第第42 42回、回、シシと、4コンの頑頑張っ張ってて喋喋りりままししょょう！っていう感じで、ちょっとなんかね、あれ、いつもと流れが違うんじゃないかななんて、もしブかルーしてバー途ドあ中たかりら。がね、思ったんじゃないかいや、なブルーなんさんてもね。毎回聞いてくれてるからね、もうヘビーローテーションでまさにヘね、ビーローうテーション。ん、だからね、そんなわけでね、まあ、こんななんかあったかいかったり、夜はクソ寒かったりまね、たかよ。してるわけなんですけなんてど、住みにくい街なんだ。嬉しいぐらい住みにくい。ね、先週のね、川崎パワー、実はブルさんがプロモーターだったっていう事実があったんですけそうど、そうそうそう。まあ、僕のね、じゃあバースデーバッシュってことでなんかお祝いをしていただいて、ねえ、どうだった？嬉しかったよ。久しぶりにね、ショーケースで歌ったのも久しぶりだし、誰が？俺が。え、歌ったの？は？覚えてないの？あ、そっか、一 ショッ曲クなね。んだけど。一曲ね。ショックなんだけ一ど。曲ね。一曲しかねえもん、しょうがないじゃん、一曲ねえって言われたって。うるせえ。たりね、そのなんかいつもメールくれるはいはい。MYC の3人がね、マヤ、ユカ、チカで MYC に今名付けてみたんだけど、どう、聞いてる？聞いてる？ありがとう、君たちのことだいや、よ。そういう個人的なのは本当やめてほしいんだけど。本当やめてほしい。だってでも毎回ね、ラジオ聞いてくれてる人がこうやってね、クラブに遊びに来てくれてね、よくおめでとう、ありがとうっていう、こう会話がやっぱりできるっていうのもね。え、けどあの後さ、4コン帰っちゃったでしょ？ルーさんと帰ったよ。完璧に。だってあれ、みんなでさ、飯食いに行くみたいな話になってなかったの？飯食いに行くみや、たい下ででも30分ぐらい待ってたな。そよ。んな待つなよ。じゃあ待つなよ。そんな待ってんだったら一回上呼がっびにて来こいいよっよ。て。ふざけんじゃねえよ。って感じでね、ルーさんと GW もそろそろ始まるということで。ゴールデンウィークね、ちなみに。もう、GB。GB？ ゲームボーイ？ゴールデンボール。まあ、日本語に訳しちゃいけないんですけどね。そうなんです。もう始まるか らなね。んで今の。始まるね。始まる。そうしてね、なんと嬉しいことに、この金曜日にね、ついに東北新幹線がね、お、マジで？もう全部復帰しますよ。全線復旧？全線復旧でもういね、や、本当にね。仙台、福島、青森、盛岡も全部行けるんで、ぜひ皆さんね、ボランティアなり観光なりね、まあ、東北を元そう気だづけね。るのは僕たちなんでね、はい。みんなでね、まあ、新しい緑の。緑のあの新幹線、はやぶさも、
また金曜日から、うん、新青森の方までね。あ、行くんだ。はい。おお、いいね。ついにあるんで、ぜひぜひ。やっぱりこう、新幹線がね、こう復旧するっていうとね、うん、一気にこうまた加速するだろうね。加速するよ、もう新幹線早いからね、加速するよね、もう本当に。人もいっぱいいっぺんにね、運ぶんでね。とかけまして、かけまして、うん、では駅弁とときます。うんうん、いいね。その心は、その心はやっぱり旅のお供。まず何とかけたの？あ、新幹線オッケー、新幹線とかけます。新幹線とかけたんだね。うん、まあで駅弁と解いて、うん、その心は旅のお供、旅には欠かせません。まあそれぐらいのレベルしかできません、僕にはまあだけど良かったんじゃないでしょうか。本当にね、まあ、これで、うん、まあまだ終わりじゃないんで、うん、まだまだ戦いが始まったばっかりだ、うん、OK、あ、ぜひ、うん、ぜひ皆さんと遊びに行ってやってください。はい、はい、ということで、ね、5月1日のから、ね、ちょっと告知をしようかなと思いますね。はい、5月1日青山の会というクラブでですね、夕方頃のショーケースがあると思う。夕方頃じゃないですか。夕方って、俺の夕方って4時とか5時だよ、うん。じゃあ夜夜になった、夜になりますかね。うん、夜にこれは早いんだよ ね始まるのが。親子連れでも参加できるチャリティーイベントですね。うん、でショーケース何時かっていうのを問い合わせたかったら、はい、あの4コンのツイッターかなんかにちょっと連絡いただいて、はい、聞いてくれるとね、はい、もしかしたら答えるかもしれないよと。はい、そして、はい、久しぶりの地方営業ですね。はい、5月の4日ゴールデンウィークの真っ最中ですね。はい、三重のダブルアップというクラブ1周年のね、はい、イベントに呼んでもらってます。はい、僕らとイールマン、アラレ、はい、そしてダダダダ、まあもしかしたらあの西と東のデブ対決が見れるかもしれないってね。あ、そう、見れないかな。俺頑張ってかなくちゃな、俺。え、デブ代表でね、うん、デブ代表つうな感じで、まあこのゴールデンウィークのダンスはこういう感じで、さまざまなね、実はね、みんな知らないと思うんですけど、5月の6日に、うん、6日知ってるよ俺。ギリギリナイトイエーイ。司会はブルーバード&4コンフロム少年隊っていうね、うん、この川崎のキング&クイーンというクラブで、うん、ネルトンパーティーを、ネルトンパーティーの司会をやるっていうことでしょ。そうですね、マジテンション上がるねそれね。俺はちょっと行けないんですけど、ね、あ、本当ですね、うん、なのでまあもしね、うん、ブルーバードファンとか4コンファンとかいたら、うん、ちょっと顔を覗いて、ビキニも見れるってことでしょ、クラブで。イエス、室内のビキニとかけまして、はい、真夏の太陽、真夏の太陽届く、その心は、夏が恋しいですね。四コンチです。難しいんだよ、でも結構ね、うん、結構難しいんだよ。やってみる？やってみよう。じゃあ室内のビキニ届きました、室内のビキニ届きました、かけまして、かけまして、あ、俺か、うん、室内のビキニとかけまして、はい、入れ歯と解く。おお、その心は、どちらも取れちゃえ。シッチです、シッチです。あ、なるほどね、うん、入れ歯とね、ビキニが取れちゃったらね、わわおってことです、ね、もうちょっとひねれたけど ね、まあ、いやでもやっぱね、うん、いやすげえ、やっぱポリデント、あ、ポリデントとかにしたらどちらも取れませんとか、うまかったよね、今ね、うまかったね、すごいね、ポリデントだったらよかったな、まあ、回るね、そういうそっち系、ね、そっち系のネタ回るよね、頭ね、結構回るよね、メリーゴーランドだよね、回れ、あ、歌ったらいけないんだ、歌ったらいけないんだ、回れって言っただけって感じで、そんな感じなんですけど、あとはですね、あ、ちょっとそうなんです、来週さっきも言わせてもらったんですけど、5月4日の水曜日にね、ちょっとダンスがあるということで、来週皆さんがもう楽しみに毎週してもらってる、このそんな泣かないで、泣かないで、泣いてねえよ、泣いてねえんだ、うん、来週はちょっとお休みさせてもらっちゃいます。なんとお休みだよ、5月一発目がお休みってことは、うん、もう5月病にかかってると一緒だよ俺たちと、かけまして、で5月病とかけまして、はい、スイカと解きます。スイカと解く、その心は何だい。中身はなんだ、外はもうガチガチですけど、中身はめちゃくちゃだよっていう、なんか奇抜、なんか
いや、ほんとごめん、なんかごめん、みんなごめん、これ編集せずに お送りします、この編集、考えてる時間も編集なしだからね、うんうん、まあ、そのやっぱ脳みその回転、なんとポッドキャスト90人突破しました。あと2ヶ月で100人目指そうよ、うん、そう、目指して、そして番組終了っていう、相当なね、こうみんなからね、こうか、やめないで、やめないでとか言って、言ってもらえたら嬉しいね。やっと終わったーって、あって、まあブルーバードあたりから聞こえますね。もう常連だからね、あの人は本当に。そっかー、本当よく聞いてるよね、ブルーバード君に関しては。本当に毎回会うたんびに内容のダメ、ちょろっと言ってくんだよね。そうそうそう、なんとかなったんでしょとか言って俺知ってんよみたいな感じで言ってくるんだよ、ね、あの ブルに関してはあのブログと、うん、これこのガンシャベで情報を得たのをあの話振ってくんだよね、小出しにしてきて。そうそうそう、あんな面白い子いない、あんな面白い子いない、かわいいね、かわいいよね、やっぱなんだかんだブルーバードかわいいね。花に例えると、花に例えるともうパンジー、うん、パンジー、ほんとパンジー、パンジーみたいに、この話題もね、俺はパンジーじゃねえよってね、来週あたり言ってくれるといいな、でもここまで聞いてくれてればね、まあね、まあ、もしかしたらそうだね、そうなんだね、まあそんなこんなでね、うん、なんつかね、もうなんかほんと GW は皆さんほんと楽しんで、楽しんでくださいよ、あのでもちょっと申し訳ないですけど、5月4日の前後はちょっと東名高速の利用を控えてもらえると、うん、なんで僕らの移動がスムーズになるっていう。いや関係ないでしょ、ガン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 使ってほしいよ。ダメ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 か。じゃあみんなでね、うん、もしかしたらその辺にね、うん、あの海老名あたりにいたら、うん、あ、常連隊ってなるかも。海老名必ず寄るからね、絶対寄るからね、海老名は。海老名のちっちゃいシューマイとかね、食うよね、食っちゃうんでね、いいんだろうな。いや今年も食えるよな。そうそうそう、なあ、ほんとだー、うん、って感じでね、はい、自転車もね、あ、買った？いや頼んでんだけど連絡来ねえんだよ、うん、あ、言った方がいいよそれ、言った。 GW で使いたかったのに、な、 GW ね、 GW で GB こすりつけたかったのに、 GB、 あ、ゴールデンボールだっけまあ日本語に訳しちゃいけないんですけどね、うん、ゴールデンボールの方は SD にサドルに、 S にサドル、うん、SD に GB をこすりつけたかったとかけましって。でもゴールデンウィーク前に来なかったらもう絶対ゴールデンウィーク終わってからになっちゃうよね。じゃあゴールデンウィーク終わってからでもいいや。あ、いいんだ。うん。なんだ。まあ、そっかそっか。まあ、新しいチャリンコをね、まあ、うん、後日手に入れた際にはぜひともね、うん。社メール送るよ、みんなに。社メールアップしてもらって、うん、ああ、私もツーリングしたいわ、なんつってね。ね。言ってくれた方にはもう。そう。まあいい、新宿御苑からまず行って、うん、ね、あ、新宿御苑いいね、いいよね、最近行ってないな。代々木公園も寄っちゃおうかな。あ、寄っちゃおう寄っちゃおう、もう公園寄っちゃおう、うん、芝公園ね、日比谷公園、日比谷公園ね、三角公園ね、三角公園、うん、大阪地元に一つある三角公園、じゃあ俺の地元にも三角公園ってあったの、うん、あるんだ、うん、うちなかったの、やらい公園とか、やらい、うん、やらい公園、やらい町なの、うん、そういう個人的なのやめて本当に最後にじゃあ公園とかけまして、あ、はい、俺、うん、公園とときましてかけまして、うん、じゃあ最後だよ、サーカスと、サーカス、サーカスとと、くさんの心 は、 心はどっちも公園が待ち遠しいです、うまい4コンチです決まりました。ところで第42回シシと4コンの頑張って喋りましょうでした、終わります、ありがとうございます、また再来週。